レッツプレイワンソングしのぶえ。しのぶえ奏者の井上真美です。一曲解説シリーズにようこそ。今回は星の世界です。では早速始めましょう。この曲は天保3年アメリカ合衆国でお生まれになったコンバースさんの作曲です。コンバースさんはアメリカ合衆国で弁護士をしておられたそうですよ。賛美歌、慈しみ深きが、明治43年、文部省唱歌となり、歌詞を変えて、星の世に。また、昭和に入ってからも歌詞は変わり、星の世界として用いられています。外国の曲を取り入れるというのも、文明開化の影響ですね。星の世、星の世界の歌詞とは別に、他にも別の歌詞でこの曲は存在していると聞いています。それではまず、演奏する前に曲のイメージをつかみましょう。輝く夜空の星の光よで始まるのが星の世界。満天の星空をイメージして吹きたいですね。星の世でも、ああ、洋々たる銀河の流れという歌詞も出てきて、やはり星を歌っています。無給の彼方に広がる宇宙を想像して吹くというのも、うわあ、壮大でいいですね。ですから、ゆったりと伸びやかに広がりを持って吹きましょう。この曲は4分の4拍子ですね。演奏するポイントとしては、1拍半伸びているところが多いという点です。そして半音も出てきますよ。5ペケ、ここではファのシャープに当たります。7ペケ、シのフラットです。もう少し曲を見てみましょう。1行目と、2行目はよく似ていますね。そして2行目と4行目は全く同じですよ。変化がついているのが3行目。こうして見ると曲の構成見えますよね。では楽譜に入る前にまずは一拍半の基本的吹き方を見ていきましょう。一拍は表拍と裏拍で構成されています。便宜上表拍を白丸、裏拍を黒丸で表しますね。一拍半というのは一拍と半分ということなので、白、黒、白までを言います。どの音をここまで伸ばしますよ、一拍半伸ばしますよという記号、対がついています。一拍半に当たる半の部分。ここを頂点に息の山を作ると伸びやかに聞こえます。形で表すと、こんな感じです。一拍の表拍白丸は優しく入り、裏拍黒丸から伸びやかに、つまり息のスピードを徐々に上げて山を作り、次の表拍白丸を頂点に持ってくるという息の使い方です。これを裏拍から山を作るので、裏山という言い方をします。伸ばしているつもりでも伸ばし足りないというケースが多くなるのもこの一拍半に見られます。つまり2拍目の裏拍、黒丸が突っ込んでしまうのですね。
この息の使い方を意識すると走らなくなりますよ。ここもポイントですね。一拍半の基本形、わかりましたね。この一拍半の基本形に続く息のつなぎ方に、今回は3種類あります。どんな3種類か見てみましょう。3種類用意しましたよ。一拍半は同じですが、青色の次に来る息の形が違いますね。わかりやすく色分けをしてみました。ぐっと押し出すように吹くのが桃色。桃色よりは少し優しく押し出すのが黄色。そしてそのまま抑揚をつけずに吹く息の形を黄緑色で表しましたよ。これによって表情に違いが生まれ、より豊かな表現になります。3つ目に半音が出てきたので、ここも確認しておきましょう。左手部分がこの部分、右手がこの部分ですね。ゴーペケは左手薬指を開けます。ファの音から半音上がりますよ。薬指を伸ばすと、自然に指穴に隙間ができますね。この形、穴の開き具合を覚えてくださいね。黄色の部分が指の隙間です。つまり、塞いでいる部分が少ないですね。今回出てくるゴーペケは、その音から続く半音なので、人差し指を伸ばした状態で指を下ろします。まずはファの音からゴーペケに挑戦。指の形を覚えてから、ソ、ゴーペケをするとやりやすいですよ。ファ、ゴーペケ、ソ、ゴーペケです。ゴーペケについてもう少し詳しく知りたい方は、ワンポイント忍びその6、ゴーペケ、ニーペケ、上達のコツの中で詳しく説明していますので、参考にしてみてくださいね。次は7ペケです。左手がここ、右手がこの部分ですね。7ペケは、左手全体を動かしたり、横にずらすのではなく、左手人差し指第一関節を伸ばすことで、指先がほんの少し開く。これが、7ペケ、シのフラットになります。薬指を伸ばすと、自然に指穴に隙間ができますね。これを使います。三日月のように、黄色の部分が指の隙間です。今回出てくる7ペケは、ラの音から続く半音なので、人差し指、少し開けると良いのですよね。やりやすいですね。7ペケについてもう少し詳しく知りたい方は、ワンポイント忍びその3、7ペケ上達のコツの中で詳しく説明していますので、参考にしてみてください。では楽譜に戻りましょう。1行目、2行目を見ていきますよ。1行目1小節目、一拍半の後は、ぐっと押し出すようにの桃色。3小節目一拍半の後は、桃色よりは少し優しく吹く黄色。2行目です。2行目1小節目は、1行目と同じく、ぐっと押し出すようにの桃色。そして、3小節目は、1行目3小節目と同じく、桃色よりは少し優しく押し出す黄色。吹いてみますね。
カウント4回聞いて入ります。3行目です。3行目1小節目の1拍半の後は、そのまま抑揚をつけずに吹く黄緑色。3小節目1拍半の後は、ぐっと押し出す桃色。4行目です。4行目1小節目は、ぐっと押し出す桃色。そして3小節目は、桃色よりは少し優しく押し出す。黄色です。では吹いてみますね。カウント4回聞いて入ります。では音楽に合わせて吹いてみましょう。構成は前奏4小節、1番、繰り返し4小節となっています。吹いてみますね。まずは楽譜を目で追ってみてください。では一緒に吹いてみましょう。4小節聞いて入りますよ。
半を軸として表情をつけるということをしました。息の出し方で強弱が変わりますね。さて、今回は星の世界のメロディーを見てきましたが、ハモリでの演奏も表情の幅が広がりますので、次回は星の世界パート2として二重奏をお届けしようと考えています。ということで、次回のレッツプレイワンソングしのぶえは、星の世界パート2、ハモリパート、お楽しみに。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。